武蔵野公園から見る、け崖線の下が、けの道である。けの上の道けの下へ向かう、道はけ上の道と滝神社鳥居け下にある、滝神社の遊水けは、まま、幅、の下等とともに、崖地型、丘陵、山地の片岸を指す日本の地形名、日本の古語、現在の方言であり、その地形を持つ日本の地名の読みである。国分寺崖線や、 立川崖線など、武蔵野大地の崖線を解説する際によく聞かれるほか、地名や道路名などに見ることができ、北海道、東北地方、関東地方に見られるが特に武蔵野地域に多い。地名、町長名としては、羽毛、山、岳、短期、橋田等を当てる。大岡翔平が1950年に発表した小説、武蔵野夫人は、 国分寺崖線周辺を舞台とした恋愛小説であり、主人公は崖の家に住み、小説の書き出しは崖に関する解説から始まる。土地の人はなぜそこが崖と呼ばれるかを知らない。ママや、野げのほか、ソワあるいは、両の字を当てる、ハバや、ソワ、そばという音を持つ地名も、崖の字を当てる、ほきも、崖や絶壁等の謙遜な地形を表している。 刷毛の語は、縄文時代に起源を持つ古い言葉であるという説がある。また、アイヌ語のパケを語源とする、柳田国王説がある。刷毛によって、雨水や地下水が隔てられるため、水の多い刷毛下では稲作が、水の少ない刷毛上では畑作が多く営まれるなど、刷毛は生活に大きな影響を与えてきた。刷毛上各所には、集落ができ、それらを結ぶ道は、 刷毛道などと呼ばれる。古来、崖線に沿って刷毛上、刷毛下に生活道路が作られることが多かった。一般に刷毛道などと呼ばれるが、以下のように固有の名を持ったものもある。以下に刷毛という誤層を含む地名の例を挙げる。実際には必ずしもすべての場所で崖らしい崖が見られるとは限らない。ありがとうございます。